ああ、ちょっとね、ジブリッシュ講座ということで、ちょっとまあ、パワーポイントで作った資料を見ながら、やっていきましょう。よいしょ、ドン、ドン、ドン。これね、最初やるとき時間かかるんですね、これね。あ、来た来た来た。ドン、映ってますか？OK。OK。はい。まあ、ジブリッシュ、言ってみればですね、まあ、ジブリッシュとは、なんだって言ったら、もう、意味のない言葉を口から出すこと。ね、これにつきます。意味のない言葉を口から出すこと。できるだけ、もう言葉に意味を、乗せないようにして、喋ることが、大事かなと思います。まあ、どうしてもね、必要な、まあ、言葉というんですかね。人の名前とか、もう今日はちょっとこれを話題にしましょうねって言った時の、その言葉だけは、使うことありますけども、基本的にはもう、意味をなさない、ね、言葉を使うという。だから口から出まかせ、ね、出まかせ言葉。これがまあ、ジブリッシュですね。それをまあ、楽しもうということでございます。で、まあ、このジブリッシュっていうのはね、言葉ですから、何かまあ、口からこう出しますから、何かっていうことを考えるときに、まあ、コミュニケーションの手段の一つですと。ね。コミュニケーションの中には、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションっていうのがあるんですね。笑いヨガなんかも、途中から笑い声だけでいろいろやってるので、リードしてるときは言語を使ってますけど、笑ってる最中は、まあ、非言語的なコミュニケーションが取れるんですね。で、まあ、非言語的なコミュニケーションは、取れますけども、笑いヨガの場合は基本的には、こう、プラスの感情というか、笑い顔というね、まあ、プラス面の表情を主に、やり取りするようなものが多いですね。でね、よく出てくるこのメラビアンの法則というのがあるんですけども、コミュニケーションの中でね、非常にこう実験をしました。話し手が聞き手に与える影響がどのような要素で、形成されているのかということですね。実はね、視覚要素、見た目とか身だしなみとか表情、ね、視線、などが、だいたい55%。なんかこう見た状態で、この人、あ、こんなこと言ってるなとか、あ、ちょっと真面目そうだなとか、嘘言ってんのかな、本当言ってんのかなとか、誠実なのかな、どうなのかな、なんていうのは、55%、もう見た目で決まるんだそうですね。そして、耳でこう聞いた、その声の質とか大きさとか速さとかテンポ、ね。これが38%です。なので、その中での言語状況、話している言葉そのものの意味っていうのは7%ぐらいしか、ないって言われてるんですね。だから相手に伝える印象、ね。印象は、非言語の部分が9割以上を占めていると言われてるんですね。だから、どうしてもね、日本語ってね、上手にできてるんでね、表情もなく、淡々と喋ってても、なんかこう、伝えたい言葉っていうのはなんとなく伝わるんだけど、それをこう、うまくこう、気持ちに乗せながら、相手をこう、理解したりとか、お互い理解し合うには、若干、弱い部分がありますよね。なので、この言語以外の部分を、まあ、鍛えていく意味でもジブリッシュっていうのは意味があるんじゃないかなと思います。で、実際にこう、ね、言語なんだけども、実際の言語を使うんだけど、音声メッセージを使うものっていうのはよくこうやって喋ってる、今お話してるような感じですね。皆さんこんにちは。聞こえてますか？はい。あ、ね、こういう声聞こえてますか？という、質問に対して、はいって答えると。で、言語を使わない、あ、音声を使わない場合は、私の言葉、
みたいな、こんなのとか、今の言葉聞こえてますかって文章に変えて、こう見せたりする。まあそれが、まあ言語は使ってるけど、音声メッセージを使わない文面とかね、ジェスチャーサインね。よくね、ジブリッシュを使うときに、なんかこう、昔の連想ゲームかなんかで、箱があって、置いといてとか、なんか、そういうこう、とか、まあ、手話なんかもこれに近いんですけども、こう、っていうのかな、意味のあるような言葉をなんかこう、身振りでこう表現しようとしちゃうと、どちらかというと、言語メッセージに近くなっちゃうんですね。じゃあ、非言語だとどんなのがあるかっていうと、音声メッセージだと、例えば声の張りとかね。皆さん、こんにちは、元気ですか？とか、皆さん、元気ですか？今日もいい天気ですね。みたいな、それだとなんか元気ですかって言葉があるけど、なんかこの人疲れてんちゃうかなとかね。あと、まあ、イントネーション、どこにね、こう、力を、強さを出すとかね。今日は、いい天気ですね。っていうのは、昨日は悪い天気だったのかなとか、今日はいい天気ですね。もうやると、こういう子だけでも、同じ言語使ってんだけど、意味が違うんですね。あと、言葉遣いね。日本語は敬語とかね、ありますよね。皆さんお元気だったですか？っていう、こう、優しく、お元気だったですか？とかね。みんな元気？なんかいう、ちょっとこれだと、仲間意識みたいな感じがね、加わる。こういう、こう、音声メッセージ。で、非言語で、非音声メッセージね。こんな感じで、今日もやりますか？みたいなね。なんかこう、やる気ないな、みたいな。身振り手振りで、今日は皆さんにお伝えしたいことがあるんですよ、とかいう。なんかこう、前のめりになったら、この人一生懸命やろうとしてるな、とか、ね。こう、こんな感じで、こう、で、こう、胸の前で組んで、そうですか、って。あ、ジブリッシュやるんですか、みたいな。こういうのでもね、だいぶ違う。で、呼吸をね。こう合わせる感じで喋るとか、もう強い声で、今日は皆さんに伝えたいことがあるんですみたいなね、これだけでも全然違うという、こういうのもこう意識しながら、普段自分はどんなもので情報を伝えてあってんのかなっていうのをこう意識していくっていうのも大事かもしれないですね。なんかよく一回ありましたよね。なんか政府の要人の、を手話で、やってるけど、その人全然手話を知らない人が、手話をしてたっていうね。あれ、もう本当よくあれが通用するなと思いましたけど。そんなデタラメのコミュニケーションを取ったり、これはもうまさにジブリッシュですよね。デタラメな手話でのコミュニケーションは手話、あれでございます。で、コミュニケーションの、そのジブリッシュというものをやるときに、言語的な要素を抜いてコミュニケーションするとどんなことが生まれるかっていうと、実はですね、言葉を抜くと、なんかこう、何を言おうとしてるんだろう、何を言おうとしてるんだろうって、相手のこう表情とか動きを、こう、知ろうとすると、寒いのとか言うと、寒いのって言ったらわかるけど、こう相手が、ってやったら、あれどういうこと？辛いのかなとかいう、こう相手がやっていることを同じように真似しようとして、相手の気持ちを理解しようとする。だから、相手の情報をいかに、言語がないから、相手の表情、動き、呼吸を合わせるようにして、あ、こんな感じなのかしらと、を理解しようとするから、言語を抜いてコミュニケーションしてると、同調性とか共感性、ね、これミラーニューロンって言うんですけどね。相手がやってることを理解しようとすると、相手がやることを真似するわけですね。真似することで理解しようとするという、こういうのが働くわけです。だから、
そのジブリッシュというデタラメな言葉で喋ってると、相手が何を言おうとしてるの、こういう気持ちなのかな、こういうふうにやってるから、なんかこうしてんのかなとか、こういうことが分かってくるわけですね。で、まあ、ジブリッシュを使うことで何が変わって、何かが変わっているというね。よくね、ジブリッシュでね、僕らは、カタリア先生も実は、紹介するの、きっかけは、演劇をやる方なんですよね。ジブリ、もともと演劇が大好きで、ものをこう演じるっていうことをやるときに、演劇の表現の勉強の中に、の一つに、ジブリッシュっていうのがあるんです。演劇界ではよく昔から使われてて、例えば、愛してるし、ね、彼女に対して、いろんな気持ちを込めながら、ね、愛してるって伝える。今伝えたらこれはいけないんだけど、そうか、両親から反対されてるし、俺は、来年になると、愛媛からいなくなっちゃう、海外へ行っちゃうんだけど、伝えなきゃいけない。でも今、この言葉を伝えたい。愛してる。っていう、これ、愛してるって言葉が、実は愛してるって言葉にすごく意味がありすぎて、愛してるっていう言葉をうまくこうニュアンスを込めて伝えれない人がいたりするんですね。そんな時はもう、お前ちょっと愛してるって言葉抜いて、もう、でたらめな言葉でちょっとその気持ちを表現してみろ。ブラシュタ。なんでかブラシュタバとかね、なんかこういう感じでやると、愛してるという言語を抜くことによって、他の、心の奥底からとか、こう、手の先から、こう、表情からっていう、それがこう全部、総動員して、愛してるっていう言葉が伝わ、うまく表現できたりするんだそうですね。だから演劇界ではよく、使われます。そして、ジブリッシュっていうのは、言語を介さない。意味のある言葉を使わない分、例えば、喜怒哀楽ね。腹が立って、あいつ、あの野郎、何やってんだ、クソバカ野郎。もう、ぶち殺してやりてえぐらいだよ、なんていう。ぶち殺してやりてえとかいう、殺す、なんていう言葉を使うと、やっぱ殺すっていう言語が頭の中に残っちゃうんですね。で、そうすると、自分自身にも言葉が返ってきちゃうんで、これ自分のこう、負の感情とか嫌な感情とか悲しみの感情なんかを、あんまりこう、言語化しすぎると、その言葉にとらわれちゃうから、実はジブリッシュを使うことで、安心して安全にそういった感情表出ができるんですね。あとは笑いヨガでね、使ったりとか、コミュニケーションの手段だったり、あとね、瞑想に使ったりすることがあります。割とこう、意味のない言葉をこう、ベラ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 喋ってるっていう、こう、ことっていうのは、なんか、その動的、動きながら、で、頭の中ではもう、言語にとらわれない。瞑想、今、マインドフルネスってね、言われて、心を、もう今この時だけに集中しましょうとか、過去のこととか未来のことは考えないとかいう、割とそういうことを考えてるのは頭の中で思いを巡らしてる時って、割と言語を使ってね、ああ、明日こんなことがあったな、誰々さんにこれせないかなとかいう、そういうこう、あって言語で使って頭でごちゃ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 考えちゃうんだけど、言語を一回止めちゃう。もうジブリッシュを喋ってる時ってもう言語がもうなくなっちゃうんで、その瞬間っていうのは頭が空っぽになって、この瞑想状態に入りやすいんですね。その医療の中で、例えばストレスを発散したり、表現、ね、人とのコミュニケーションが取れないような、そういった方なんかに使ったり、あと語学学習ですね。語学っていうのは最終的には人とものをこう伝え合うことなんだという、そこが分かってくると、単語とかね、文法とかあんまり知らなくても、ズバッと、相手に思ったことが伝わることができると。私がよくやってるのは、ジブリッシュでね、笑いヨガリードしましょうよっていう。これ、ジブリッシュでね、笑いヨガリードしてると、ね、もういざ、外国の方と一緒に笑いヨガやった時に、英語がわかんなくても、あるいは相手が全然英語知らない人の国でも、こんなことをやって笑おうぜっていうことが伝われば、一緒にじ、あの、笑いを共有できちゃうんですね。そういう、こう強さが出てきます。ね。これね。意味のないデタラメな言葉は自由で安全である。
で、瞬時に雑念を取り除いたり、マイナスの言葉の影響を受けない。ね、動きながらでもできる。感情を解放して浄化ができる。動的な瞑想ができるということですね。何がどう変わるのか、ね、この辺はちょっとこう、理性、人間の中の理性っていうのは言語でね、これをしてはいけない、あれはしてはいけない、こういうことが正しいことだとか、倫理的なこととか、そういったものって割とこう言語的なことで理解してるんだけども、それにこうがんじがらめになって、本来の自分のこう、生き物、生命としての感性っていうのが、やっぱこう、だんだん弱まってくるんで、ジブリッシュ使ってる時って、この感性がすごくこう豊かに出てくるんですね。で、右脳左脳。これ、医学的にあんまりね、右脳左脳っていう表現はあんまりしないんですけども、古い脳ですね。もう本当こう、素直に、美味しいものは美味しいとか、素敵なものは素敵だ、わ、すごいなって感じる、昔からある、脳と、理屈を考えるような、新しい脳、ね。で、この新しい脳ばっかりこう、なんとかな、理性だけで、頑張っちゃうと、やっぱりこう、感性が止まっちゃうんでね。これをこう、うまく、出るかな、ブレーキングをかけたりするにも、ジブリッシュっていうのは役に立つんですね。で、コミュニケーション、ね。さっきも言いましたけども、言葉だけ使ってね、コミュニケーションを取ってると、なかなか深いレベルで、会話できない。でも、ジブリッシュで喋ってると、なんかこの人、初めて会ったけど、なんか、あ、こんな人かな、なんていうのが、ちょっと理解できるんですね。で、なんと、ね、コミュニケーションを取るのは、人だけじゃなくて、動物とか植物とか、細胞とか宇宙と、ね、コミュニケーションが取れるようになるんですね。取れるようになった気になるのかな？ ね。これ、ジブリッシュが期待できる分野ということで。さて、じゃあ、初めはですね、ごにょごにょから始めましょうって書いてあるんですけど、今日ね、皆さん、ジブリッシュ初心者じゃない方が多いと思うんですけども、そのジブリッシュを人に紹介するときにね、最初からバナジって目立たな、ちょっとコロバットペテリンチーナのコロバットペテパーンツ、のコロコミッチのペテパーナ、でけ、ロコポチッコ、のコロコロミキペターレ、なんてことはなかなか喋れないということで、初めてやる人にね、最初こう教えるときは、やっぱりこう、スモールステップって言って、ちっちゃいところから、あるいは恥ずかしくないところから、始めるっていう。一つはもう、声を出すのが恥ずかしいっていう方は、もう口だけまず動かしましょうと。ね。なんか喋ってみましょう。デタラメな言葉を口動かしな。口だけ動かして。しっかり動いてます。いいですね。いいですね。今度はちょっとこう、顔もね、顔全体も動かしながら、もしちょっと手とかも身振りもつけば、口だけじゃなくて表情とか身振りもつけながらやってみましょう。ちょっとこれ、スピード上げてみましょう。動いてますね、いいですね。ゆっくり、今度はゆっくり。大きく口を動かしながら。はい、ありがとうございます。この案外ね、口をね、大きく動かしながら、やってる方ってね、案外少なかったりするんですね。なので、口をね、動かす練習を、してみましょう。
そしてね、口を動かすにしても、いろんなね、感情というか、今の気持ちみたいなものをね、ちょっと課題を与えながらやっていきます。まずは、じゃん、驚き。ね。驚いた様子を、これ、声を出さずに、表情で、自分の周りにあることとか、自分で何かを発見したとき、ね、この驚きの感情を、じゃあ、声を出さずに、ちょっと。あ、いいですね、いいですね。なんかすごい、皆さんすごい驚いてらっしゃいますよね。次はね、ちょっと恥ずかしい感じ。ね、恥じらいをね、声を出さずに。なんか可愛らしい感じで。はい、次は、怒りの感情ですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ次、悲しみ。絶望。ああ、いいですね。なんか皆さんなんか辛そう。そんな絶望の中に小さな幸せを見つけました。そして喜び。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、声を発声しなくてもね、表情だけで、これ、だからさっきで視覚情報だけだから50何パーセントぐらいは、なんか皆さんが、悲しんでるな、喜んでるなっていうのは、画面越しに伝わってきますね。さて、スモールステップなので、次はね、やっぱりね、声、口、まあ、口、今は口、声を出さない練習だったので、あれなんだけど、なんか喋りながら、どんなことが喋ってんのかなっていうのを見られるの恥ずかしいなって時は、こう、口の前を押さえながらね。で、もう最初から流暢にジブリッシュが喋れる人って、そうそうはいないので、最初はもう、ああ、ぐにゅ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 とか、もにょ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 とかね。え、みにょもにょもにょもにょ、ちくろもねえ、ちくろもねえ、とか、ペラ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 とか、ペラ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 とか。まあ、むにょもにょもにょとか、むにゃ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 っていうのが割り方、喋りやすいですね。じゃあ、ちょっと、こう、口を隠しながらでも、口は大きく動かしながら、むにょ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 、ってやってみましょう。はい。ぐに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 ぐ
いいですね、いい感じですね。じゃあね、噂話じゃないですけどね、あなた聞いたとか、お前聞いた、隣の家の誰々さ、今度、なんか浮気でちょっとやばいことになってるみたいだぜ、みたいな、隣の家の噂話をゴニョゴニョ喋ってみましょうか。いや、無理くじころ、どこで決めてから。
これ一人で食べてるんですけど、ちょっとまだまだ一人で食べてる。今の合計までですけど、まだまだ食べられない。選ぶかもからない。だんだんこうちょっと大きくしていきます。まだまだ好きだったからね。ありがとうございます。いいですね。いい感じですね。わあ、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。で、これをね、ジブリッシュをコミュニケーションにこう、続けてくときに、さっきも言いましたけどね、真似るというか、相手の表情を真似ることによって、なんかこう、あ、この人この感情を今表現してるのかな、っていう、ことを、練習するのに、ジブリッシュでちょっとこう、何かこう、でってやったやつを、それを、真似する練習を、するわけですね。じゃあ、ちょっと僕がやるのに真似しましょうね。ぬろもこばちってみなぱ。んじるがんぱっちゅー、ろもこばけて。にがばかちんとろめら。にばちくてめんちょいみな。おー、もんちょろくぺたぱ。おぉ、チェンテがテカテカパーパー。ああ、もこチェンテレベッポー。ああ、チョコメンテレベッポー。もろもけねぼこチェンテバーもろもけもちゅうてぼこチェンテバーおぉ、もんからたってレベッペーラガーああ、もんからたってレベッペーラガーあれ、ここチョーラカタパトントラーなら、マンポロケペチンダーなら、ポンケレチェペレケンチャーユーロペアユーロペアありがとうございます。このなんかモノマネジブリッシュっていうね、マネマネジブリッシュみたいにこう言うんですけど、あれ、なんでやるのかなって言ったときに、相手の表情とか身振りとかをこう、同じふうにやってみて、あ、この人こんな感じなのかな、こんなことを今表現してたのかなっていうのをこう共感する、練習になるんですね。こういうことをこうやっていくと、相手を見ながらこう真似しながら、そういうことか、と。それが、実際と多少ずれてても、なんとなく心の動きはこんな感じなんだな、と。心の動きを、同調させるだけでも、なんとなく、コミュニケーションが取れてきたりね、しますんで。あと、こんなことをやっていきながら、こう、会話をね、続けるときに、例えば、僕らやるのが、オウム返しっていうのがね、医者やってると、先生、昨日の晩から頭が痛いんですよ。はぁ、昨日の晩から頭が痛いんですか。それでね、もうね、朝ごはん食べれなかったんですよ。はあ、朝ごはん食べれなかったんですか。もうこれだけやってれば、なんかね、先生ありがとうございましたって帰っちゃうと。で、相手が言ったことを受けて何か喋るっていうと、なんか会話っぽくなるんで、ジブリッシュで喋るときには、よくこう喋った中の印象的な言葉、言葉尻とかね。で、一番最後の言葉を受けて、喋ると、割と会話につながりやすいですね。例えば、メラマチョロ、んトロ、チロンゴモケ、ピーヤ、おー、ピーヤ、あの、ここの街力のため、ノロモカパケテ、ネンドロボ、
ネンドロボーレスカーオレスカのトラメテペほら、トボパランテっていう、なんかこう、会話っぽくね。で、相手も、喋った方も自分が言った言葉のニュアンスというか、こう、動きを相手が言ってくれてるから、聞き取ってくれてるんだなっていうような感じになって、会話っぽくなるんですね。では、じゃあ、私がまず誰かに振りますので、もし、ミュート解除できる方はミュート解除しながら、やってみてください。例えば私が、モロマッチャラ、チュロマコパケ、PK かなこ。じゃあ、ヨちゃん。あ、아는거차가다케비야가려되겠다우리노리짱보이기를잘다봐서행해야대화보이세도야태양도도야어머선생님께말하지다응유야대이지진말하네시계자three players of three players playing nice three. But why by go right away? Panamピラピ、よしじ。パコンピペパサラケンダラ、フンちゃん。ケンダラトタラピ、ティクラサ、ペペポ、トヤちゃん。おー、ヤルリだ。テルリおう、シャカバラティット、タラレズリー、シャバラレティット、モリシュ、おう、シェ、クンちゃん。クンちゃん、もうクッペゲレ。クンちゃん、テルリがパレット。マジバラ、ゲちゃん。プライズリー、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 誰か刺して、誰か刺して。エブリン、エブリンもコペケテラ。エブリンもコペケ。エブリン。ダボガルチョバババ。ベンタカピッタラポイポイポイ。アハハハ。どこにいるのや。ガガタガタガウ。ピラパラピラポロ。ピュー。ノリちゃん。あ、ピュー。ポイスコ。もう、できるじゃん。もう、おしょ。あれげれちょぼ。わ、おしょ。ポテ。あれげれちゃらとっと。よしじ。あげれらしっとっと、ペキパソロケンデラバーカー。食べらげ、ヨちゃん。あやきなしからたーとかペタパー、トヤちゃん。おー、でびぐんてるでぐっとやって、きんてばららい。あのじゅうでぐってぐって、あっちゃん。あもぐるしきてめ。どこぼるけばちゃでだけばくらんしゅう。でかばかだらじゅうのもかだ。やばるけちゃんだぱかちゃん。いやー、もこぺけ。ありがとうございます。今のはね、結構次誰が当たるかわからないから、自分の名前が来てもいいようにこの人がやってる何を表現してるのかなってすごい一生懸命集中して見てましたよね。このやっぱり相手をこうここまで見ながら表情とか手の動きなんかをこうしっかり見ながら会話をするって日常生活で実は案外少ないんですよね。もうか家族の会話なんかも、ご飯できてるとか言って、あ、おいしいねとかぐらいで、まあ、相手の表情なんか見ないで喋っちゃうことがあるから、割とこう、ジブリシやることで、ああ、やっぱりこう、相手の表情とか顔とか声のニュアンスを聞きながら、やらなきゃいけないなっていうのをこう、思ったりすることができるからね、ジブリシはこれいいなと。思っています。もう一回じゃあちょっと画面を共有してみましょう。ね、これ、ちょっとこう、ドン。まあ、ごにょごにょでね、OK ということで、まあスモールステップってやつをね、こう、表現してるわけなんですけども、ちょっと待ってくださいね。これね、映った後ってすぐ動かないですね。ちょっと待って。動かない。ごめんなさい、間違えた。これ押さなきゃいけなかったんだ。ね、驚きっていうのはね、人間の感情の中ですごく一番、どういうのかな、大事なものと言われてるんですね。
うわすごいこんなところにこんなものがあったとか、うわ嬉しいとかね、こう驚きっていう表情が結構大事なんですね。で恥ずかしさ、悲しみ、絶望ね、幸せ、喜び、まあこの流れでやると、まあ、最後ねアホっていうかなんかもうジンポルがバケーって言って、あのこれ大阪の伸びらしいアホを取り入れる時がね、ありますね。でジブリッシュの天才に学んでみようっていうのがあるんですけども、待ってくださいね、もう一回ね今のところに音声がいきますね。ジブリッシュの天才に学んでみよう、はい、はい、これ見えるかな。あかわいいでしょ、ね、これね、タタ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 って、最初、初めての人なんかにね、この、これ、YouTube で、双子のタタタ、なんか、ね、調べたらなんかすぐ出てくるみたいな、有名な、YouTube のやつなんでね、こんなの使って、じゃあもう、タタ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 っていうのを、二人組でやってみましょうねとかいう声のね、じゃあようちゃんとかなこちゃんがさっきのタタ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 でちょっと二人ちょっと喋ってみてください。タタ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 あたた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 ありがとうございます。ねよくね僕最近ジブリッシュでね、これがまあ、別にジブリッシュじゃなくても大事なんですけども声を磨くためにっていう鴻上尚史がね提唱してるんですけども、声とか表現力っていうのはその気持ちだけで表現するだけじゃ幅が広がらないよっていうことで、音の大きさね、大きい小さい、あるいは強い弱いっていうのを意識的に
強く出す練習とか小さく出す練習とかを、しておくと、普段の会話の中のこう音の強弱もつけやすくなるし、高さですね。割とこう日本語って同じ高さでずっと喋っちゃう傾向があるんですけども、今日ね、辛いことがあったんだよね、みたいな、こう高さを変える練習をあえてしておく。だからそれだけのこう幅がこうぐーっと広がってる中で、表現をするときには、まあ、ずっとそればっかりやってるとちょっと、この人ちょっとおかしいなと思われちゃうけど、そういうこう幅をこう作っておく中で、こう狭い中でやると、その中にもちょっとこういい抑揚がついてくるんですね。あと速さと間、ね、あとまあ、音色というね、音の響きの感じ。で、これ、さっきのあの子供たち、見事に大きさと高さ、ね、タタしか使えないから、もう、この大き、これで表現する以外ないわけなんです。これをもう見事に使い分けてましたよね。だから、まあ、こういうことをやっていくと、割とこう、表現力っていうか、でたらめな言葉でも表現力が上がってくるというね、そういうことでございます。そしてね、今日の、まあ、もうね、もうこれ、いくらやっても、尽きないんですけど、今日ね、ちょっとやってみようかな、という、ね、やつの一つで、ジブリッシュで、絵画鑑賞、ね。割とこう、美術とか芸術っていうのは、感性に伝わってくるので、この絵見てすごいなとか素晴らしいなって思っても、何がどう素晴らしいのか、どこ、自分の心のどこに響いてきてるのかがわからないし、この絵力の強さだ、この色合いのこの、なんとも言えない、この部分をこの色で使ってるからすごいんだよ、みたいなのって、なんかね、頭で、理性で理解しようとすると結構難しいんだけど、ジブリッシュ脳にすると割と鑑賞しやすいんですね。なので、ジブリッシュでその絵をこう、鑑賞してか、この部分の色合いがいいねと表現力がいいねっていう、こういうことが使えるわけですね。じゃあね、例えば、これちょっと綺麗な絵ですけど、これを見ながら、皆さんこの絵を見ながら、ジブリッシュで、この絵の、素晴らしさとか、リンゴが美味しそうだねとか、この後ろのなんか布の色合いがいいねみたいなのをちょっとジブリッシュで表現してみましょう。お好き、はい、皆さんそれぞれ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。なんか、ね、普段絵見て、絵のことを語れない人でも、ジブリッシュならもういくらでも語れますよね。もうジブリッシュの専門家になったような、絵の専門家になったような感じでね。次はね、ちょっと飛ばして、実は、新居浜の、まあ、画家さんでですね、自閉症の方で、だから素晴らしい絵を描いてる方がおられるんですね。で、その方の絵についてちょっとこう、見てもらいたいと思うんですけども、これだな。よし。あ、これですね。元に戻せなかった。あ、こうだ、こうだ。よし、いきます。よっ。よいしょ。はい、これでいきましょう。はい。これですね。この色使いが素晴らしいでしょう。ね、表現としてね。じゃあ、この絵を。やっぱこう感じ取っていろいろとこう語ってみましょう。はい。うん、いやー。ああ、ちょっとこう、これで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 、
はい、ありがとうございます。こんなことがね、ジブリッシュだと簡単にできちゃうというね、例えば庭にね咲いてるこう葉っぱとかね、葉っぱにも語りかけていって、盛り上げちゃったらめっぺらええちょっとぽっちゅうらまやっぱらけと、おばがて、なきさらのぼかぺて、しゅるも、かたぺて、やだかぺちゅったまからなぺけぺとも、みたいな感じとか、ね、お花、お花なんかもなんとなくこう、なんとなくしか見ないんだけど、あ、これちょっとあんまりあれかな。例えばこう、近くで見ると、すごくこう、花びらとか成功にできてたりするんですね。そういうこう花とか自然にも語りかけながらこう、お前なんか今日ちょっと元気あるねとか、日が最近当たってなかったけど大丈夫かなんて、語りかけながら、あこの、お前こういうとこいいよねとか、この葉っぱのこの形俺好きだよね、セクシーだよね、みたいなね。なんかそういうのをこうジブリッシュで語りかけると、案外、自然とこう一体感が持てたりするんですね。まあそんな感じで、ジブリッシュっていうのはいろいろ可能性がありますので、まあ、ね、50分では語り尽くせないので、また、時間が、ありましたら、こういうジブリッシュのね、日を作りたいなと思っています。最後ね、その感謝の気持ちをね、伝えるときに、なかなかこう、あ、今日ありがとうございました。もうあなたのおかげで本当にもう今日はいい時間をなんていうのは、あれなんですけど、それってね、なんか感謝の気持ちとかありがとうの気持ちを伝えるのって案外難しいんですね。なので、今日はですね、皆さんが、今日このズームを使っている、メカですね。パソコンを使っている方はこのパソコンにね、向かって、もうあなたのおかげで、今日は楽しい時間が過ごせて最高だ。あなた形いいよね。このキーボードいい。何この Y のところが輝いてるぜとか、この家電は返せ、Wi-Fi ちゃんすごいよねみたいな、そういう感じで、スマホだったらスマホなりこう、それを見ながら、それをちょっとジブリッシュでちょっと最後褒めていきましょう。はい、じゃあ。いや、もうこのおばちゃん、ここ、とろまったペラなんだけど、飲むことあったな。イメケ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 イメいいな、もう、よし、なわけだ。こっちに登ってて、いやいやもろまっちゃ、もろまっちゃ、もろまっちゃ、イエーイ。はい、ありがとうございます。またね、ジブリッシュはやる日決まったら、また、ズームラフタークラブの方に、アナウンスします。来週はですね、実は、午後1時から、芸の一門って言って、新居浜の僕の、門下というか、芸のほにゃららの、落語会があるんですね。赤金ミュージアムっていうところで。で、それはね、現地に来る人は500円。もらうんですけど、ズーム配信はタダなんですね。ですので、もしよかったらそれに来ていただきたいと思います。なので、この時間帯はリハーサルをします。
まあ、こう喋ってる声がどういうふうに聞こえるのかなっていうのをやってますので、どんなことやってんのかなって、まあ、見に来た方は、中級講座に来れば、リハーサルしてる様子がわかりますので、まあ、そういうのを、もし興味がある方が来られたら来てください。まあ、何人かね、見に来てくれてると、こっちの声がどういうふうに、届いてるのかとかわかるので、まあ、ご協力いただければありがたいと思います。はい、どうも今日は、今日もね、1時間近く、一緒に過ごしていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。また笑いましょう。デボロケンマッチャナ、チェルモコプカ、デロモコプカタッチャラナタラ、デロモコプカ、チェルモテ、チェルモテ、チェルモテ、デボロペラ、ペジャン、ペンジョ、ペリッテバー。